こんばんは、カープ肩入れニュースの時間です。広島が11日に開催されるドラフト会議で高校ビッグスリーの小園、森木、風間のいずれかを1位指名する方針を固めた。チーム事情を考えると即戦力投手や右の強打者が本命かと思われていたが、3投手の評価がそれらを上回った。白竹スカウト部長のコメントは以下の通り。果たして3人のうち誰が1位指名となるのか、予想をする上で参考となるのが園田スカウトのビッグスリーに対する評価。コメントからは小園を1番に評価している様子がうかがえる。時点で森木、風間に対してはどこか他人事のような語り口だった。下馬評的にも小園の評価が一番高いように思うが、高いがゆえに競合は必至。ドラフト前日に他球団の動向を探りながら決めるというコメントがあり、実力が拮抗するなら競合の少ない方に流れるような気がする。また他球団がこぞって小園詣をする中で面談情報が上がってこない点も少々気になる。一方、対抗馬の森木については担当の白竹スカウト部長が彼の素質を高く評価しており、獲得への熱量を感じる。最後は競合の件も含めスカウト部長のプレゼンが各スカウトを押し切るのではないかと予想する。第一巡選択希望選手。広島東洋、森木大地。投手、高知高校。ただ笹岡監督が参加する最後の会議で現場が即戦力投手を望めば、今回の会議で名前の挙がった佐藤ら3選手が1位候補となる。正直な話、1位候補は皆実力があり、誰に行くかは大した問題ではないように思う。むしろ問題なのは外した場合の外れ1位戦略。即戦力投手に行くのか、右の強打者へ行くのか。ここで重要となるのがドラフト前日の順位。6位なら13番目、4位なら17番目に2位の指名を行うことができる。順位が4位なら2位の指名が後になるため、ムクノキ、山田あたりの有力な即戦力投手を1位指名する手もあるだろう。また順位が6位なら、今年は外車の左腕が豊富なこともあり、1位で右の強打者を指名してもいい。個人的には絶望的な長打力不足を解消するために順位に関係なく後者を希望するが、仮に右の強打者を指名するとなれば誰になるのか。スカウト会議で名前の挙がった候補は以下の通り。筆頭候補は正木だが、個人的には有薗を推したい。正木の場合、守備位置が限られることや松髄の成長に蓋をしてしまうことがネック。そして何よりも外国人でそのポジションを賄うことができるため、1位を使うにはリスクが大きいように思う。一方、有薗は何よりもサードを守れる点が大きい。将来的に林をファーストに回せば内野の守備力向上にもつながる。また肝心の打撃も185センチ95キロという恵まれた体格から生み出されるパワーで、高校通算本塁打は75本、遠くへ飛ばす力は高校ナンバーワンと言っていい。外れ1位で残っていれば、ぜひとも我がチームに加えたい逸材である。ドラフトが間近に迫り楽しみな一方、この時期は悲しい時期でもある。来る人があれば去る人も。ドラフトで昨年と同じ6人を指名することになれば、同人数がチームを去らなくてはならない。またそれ以上の指名となれば、ベテラン勢や功労者たちにも手をつけざるを得なくなる。ドラフトを見ればチーム再生にかけるカープの本気度を推し量ることができるだろう。注目のドラフト会議まであと1週間を切った。ご視聴ありがとうございました。評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメントの方もどしどしお寄せください。